ビースさ製オートバイの分離式ギアボックス分離式ギアボックスとはオートバイのトランスミッションの形態の一つでエンジンから独立したギアボックスを持つものを指す分離式ギアボックスではエンジンを潤滑するエンジンオイルとは別にギアボックスの潤滑専用のギアオイルによって内部の潤滑が行われるエンジンと分離式ギアボックスの間の一時伝達には プライマリーチェーンと呼ばれるチェーンドライブが用いられるのが一般的である。また、ほとんどの場合でエンジンとギアボックスは互いに隣接してフレームに配置される。元グッズなどの縦置きエンジン搭載車両に用いられるギアボックスは潤滑系などが分離しているが分離式ギアボックスに分類されない場合が多い。分離式ギアボックスの内蔵式ギアボックスに対する 優位点は、トランスミッションが破損した場合に、エンジン全体を下ろすことなく、ギアボックスのみの交換や分解が可能であることや、一時、電達系の接続部を改造するだけで、別の車種のギアボックスが流用できることであった。しかし一方で、分離式ギアボックスは、プライマリチェーンに、頻繁な潤滑油の注油が必要となり、スプロケットやチェーンの定期的な交換や張り調整も、 必要であった。プライマリーチェーンが緩んだ場合には変速や加減速の際に車体に大きなショックが伝わる要因ともなった。また、その過渡期には分離式ギアボックスをベースにエンジンとギアボックスをチェーンドライブではなくギア駆動としたものも登場したが内蔵式ギアボックスの普及により早期に廃れた。分離式ギアボックスは1911年の シンガー社製オートバイに採用された。オートバイ市場分離式ギアボックスを採用したメーカーは、アメリカのハーレーダ・ダビッドソンやイギリスのビーサや、トライアンフ、ノートン、ロイヤル・エンフィールドで、1960年代まで採用された。ノートンは1969年発売の EN、ノートンコマンドにおいて、分離式ギアボックスを、スイングアームに乗せたレイアウトを採用した。 ロイヤル・エンフィールドは、インド法人において、現在でも、分離式ギアボックスを採用したオートバイが、製造されている。日本のオートバイメーカーにおいては、ハーレーダ・ダビッドソンのライセンス生産を行っていた、リクオーや、EN、BSSAA7 や BSSAA10 を参考に、開発された、メグロ製 A、並列に気筒オートバイ、メグロが開発指導者を、 九州合併した川崎重工業で1964年に発売された川崎 W シリーズで採用されていた。しかし、陸王モーターサイクルと目黒製作所の消滅後は、日本のオートバイメーカーは内蔵式ギアボックスの採用にシフトしていき、1975年の川崎 W1 の販売終了とともにこの形式は、国産車両には見られなくなった。 ありがとうございます。